形の違う灯籠を作りたいと思っております。適した素材が残ってるんで、結構日常生活のものを組み合わせだけで結構できちゃうんで、楽しんでこう日本展もできるんだよと。おはようございます。今日はですね、まあ以前作った絵なんですけど、なんかやっぱりポイントちょっと長く見てる間に気がつくところで、ちょっと典型物アクセントがやっぱ欲しいなという形で、今部材的に前灯籠を作りましたけど、部材が残ってるので、またちょっと形の違う灯籠を作りたいと思っております。そうですね、ちょっと今度は水辺に合うような形の、ちょうどそれに適した素材が残ってるんで、はい、そうです、その組み合わせで作っていきます。はい、ちょうどね、今こう見てこう私そこのもみじの下ぐらいに収まるような、この辺がいいと思ってます。この下に一応灯籠作りたいと思っています。よろしくお願いします。あ、こんにちは。早速、一応、こんだけちょうど材料がありまして、まあ今、この部分と、あと、これをちょうど、もう、一本ボルト閉じちゃって、廃棄っていうことだったんで、これをちょっと使おうかなと思ってます。そうです。椅子をちょっと加工しますけど、こういうまあね、バラとかなってますけど、まあこれ使っていきます。この部分はいらないんで、これは取っちゃいます。塗っちゃいます。これを隠しちゃいます。この柄が出ちゃうんで、裏もね、ちょっと見えるからね、立体にしてね、これが、まあ、前の基礎と、足のある道路通と雪見道路、こういう4本足とか3本足が、はい、
円でこれ買って、同じです、あの鉄筋コンクリートの建物なんで外壁。中大津屋です。よくするのも大変だね。よいしょ、ゆっくり行きました。で、これはこのまま使って、これは火袋です。次は傘。これ傘の大きさちょうどいいから、これ500 この円ちょっとそれは円形ですね。今回やった大体円の雰囲気で、あの法事が飲むからね、これは結構シンプル。で、次は宝珠。宝珠はこのこれだけ使います。これ導管細い排水管、家庭排水、昔の、まあ、ほとんどねうちは導管でやってました。
これだけ使います。これさっきのネジの蓋。ちょっと固まるまでちょっと待った方がいいと思うんで、塗ったとこ、モルタルで塗ったとこが乾いたんで、また例のごとくこのマルデイシリアルってやつで塗ります。ちょっと色が2色ぐらい使いますけど、まあちょっと今度はちょっと茶色系を多くしようかなと思ってます。はい、今から組み立てます。よいしょ。どうでしょう。完成ですね。これでどうでしょう。まあちょっと物は物なんですけども、こういう典型物的な構造的なものはどこの経緯に入れるかといって全然引き立つので、だからまあね、近くで見れば本物の石じゃないけど、まあ、全体的な構成の中で非常にあったかなと思いますけど。こんなね形はもう
仙人たちがこう考えた形がいっぱいあるんで、それに近い形のやつを作ろうと思うと結構日常生活のものを組み合わせるだけで結構できちゃうん でその上に、まあ、こういうスプレーという形、自然的な、そうすると結構楽な考え方、まあペイントでもいいんですけどね、ペイントして、まあ、逆にあのコーティングしたやつで石を砂をぶっかけてそういう形もできますし、まあいろいろとこんなようなバケツもあるじゃないですか、ね、こんな器なんかお鍋の蓋とかなんかそういうのを土台として考えれば結構ねできてしまう。楽しんでこう日本庭園和風式のもうできるんだよというと、まあ、あとは置く場所の径を作ってあげれば。だけどここはやっぱし俺は探しに行くんですけど、ね、瓦塀があって海があって植物があって苔があってまた石組みもこの辺にあってまたこういう砂浜もいろんな要素が入れると結構形的に合っちゃうんです。単独で見るとねちょっと違和感、まあ、この中に入っちゃうともうこれで、ね、素材が尽きた使い切った。これで一応、手作りのところ終わりです。ありがとうございます。